はい、ガレージライフの高橋直樹です。今回はアクアにサブウーファーを取り付けていきたいと思います。今回取り付けるのはですね、TSWX130DA というものを取り付けていきたいと思います。運転席の真下に取り付けるので、シートを外した方がですね、綺麗に、そして作業もやりやすいと思います。運転席側の椅子が外れました。椅子を外さなくてもですね、作業はできることはできると思うんですけれども、ただ一つ綺麗に設置をするということになりますと、やっぱり椅子を外した方がね、設置をしやすいと思います。あとはこの配線ですね、あらかじめここにこの切り欠きからですね、シートに接続されているコネクターがありますので、ここから配線を通してあります。配線の取り回しについてはこの後ね、もう少し詳しくお話ししていきたいと思います。なのでここから綺麗に配線が取り出せるということで、椅子を取り外してやった方がいいのかなということと、あとここにヒーターのダクトがあるんですね。これをうまく避けて綺麗にここに設置するといった場合に、やはり椅子をね、取り外してた方がやりやすいのかなと思いまして、それではやってみたいと思います。はい、今回はこのカロゼリアのものをつけていきたいと思いますけども、あらかじめね、このアクアにつけようと思った時からですね、ここにちょうど収まればいいなということでサイズを測ってたんですね。そしたらこれがここにジャストフィットするんですね。こんな感じでですね、横もヒーターが当たらないし、縦幅もしっくりくるということで今回これを選びました。で、このままだとちょっとずれちゃうんで、ここにマジックテープを貼って動かないようにしたいと思います。はい、それでは配線をですね、つないでマジックテープを貼っていきたいと思います。これで配線とですね、ここにマジックテープ一応3つつけました。はい、これであとは置いていくだけですね。はい、このように綺麗に収めることができましたね。配線もちょっと綺麗にですね、整理しましょう。それで今回ウーファーをつけることでですね、電源をですね、バッテリーから直接一つ持ってきています。最近の車っていうのはオーディオに入る配線が細いので、ちょっとね、ナビが落ちてしまうということもあるということでですね、このウーファーだったら大丈夫だとは思うんですけれども、まず念のためにアクアなので後ろ側にバッテリーがあるので、引き回しはね、そんなに大変じゃなかったですね。シートの下を通してですね、ずっとこちらのコンソールの方に持ってきております。で、ウーファーの配線も真ん中のコンソールのところを通してですね、前に持ってきております。余った配線をここに収納したいと思います。それでずっと上に行きまして、はい、ここですね。あとは、さっきのこの太い線ですね、今まとめてですね、奥の方に、束ねましたけども、バッテリーから直接来てる配線でございます。それにつなぎまして、あとはウーファーのオーディオコントロールとウーファーの配線もしっかりやりまして、これで完成でございます。はい、ということでですね、ウーファーに関してはですね、今回の場合はですね、特に問題はないかなと思いますけれども、先ほど言ったようにですね、こういった大きいアンプをさらにつける場合はですね、こういったバッテリーから直接取っていただいた方がいいかなと思います。はい、ということで本日はアクアにウーファーの取り付けをしてみようということでお送りいたしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。